すごい尻尾が立ってる。あの尻尾の立ち方は OK なのか。あれ、これメスなのかな。メスですね、おそらくね。どうかな。アメリカのコーギーの方がいいような。こんなこと言っていいんだろうか。あ、いやでもね、アメリカのコーギーの血統というか血も入ってるんですよね、ヨーロッパの犬たちにも。だから最近はそのアメリカの犬もその何ですか、ヨーロッパの犬も結局そのほらアメリカにもヨーロッパの血統が入っていたり、いろんな犬種でですよ、全犬種って言ってもいいかな。だからヨーロッパにちょっといい犬がいると、そのアメリカの人たちもヨーロッパから犬を飼ってアメリカの犬に混ぜるわけですよ、交配するわけですよ。だからあのアメリカの犬もヨーロッパの犬も結構ね、そのなんか両方こうハイブリッドされているみたいなね、ことがよくありますね。だからコーギーもそのヨーロッパの犬なんだけどアメリカの血統がたくさん入ってるみたいなこともね結構あるんですよ。それはもうすごい多々ありますね。わあ、もうちょっと今日朝ね出るのが遅れてしまったから、まあ、さっきも言ってましたけど、そのなんかね、そのほらお金だけ払って犬がね送られてこないとかいうことにね、6回そういう目にあったって言って電話かかってきたんですよ。で僕に犬の輸入を依頼してもそういうことが起きるんじゃないかとか言って、いやもうなんかもうね、否定するのもめんどくさいというか、もうなんかいい、もう否定さえしたくないみたいな、もうなんかどういう次元の話してんのみたいな、なんかそんなことありませんよとさえ言いたくない、もうめんどくさい、もうそのもうなんかもうなんていうか、もうなんか本当否定さえしたくないぐらい果てしなく次元の低い話をされていらっしゃるわけで、まあ、もちろんその方はそのほら本当にそういう目にね何回も会ってるから心配、本気で心配されてる、当たり前ですよね、そういう目に会ってるわけだから。以前もね四国の人にねそういうことを言われてね、ずっと心配されてたんですよ。もうなんちょっともうそんなことを心配するのめんどくさいからもうしないでくださいって言ってるのに、なんか四国ではそのなんか輸入権詐欺かなんかが横行してるんですかね。なんかねめんどくせえマジで、その否定するのもめんどくさいというか、それ考えてそんなことありませんよって言うこと自体がもう嫌なんですよね。でも別にその人が悪いわけじゃないんですよ。その人本当にもちろんそういう目に遭ってるわけですから、心配されるのは当たり前ですよ、心配されるのは当たり前なんですが、だからそういう出来事に対して僕はこうなんかもう嫌だなと思ってるわけですよ。その出来事っていうのはそういう犬の輸入を引き受けておいて、そのお金だけもらって犬が来ないとかいうことをやる方がいらっしゃるということが嫌、まあ、やる方がいらっしゃるというか、まあ、その方たちもわざとやったわけじゃないんでしょうけどね、それね。だから、まあ、被害者なんですけどね、その被害者なんでしょうけどね、そのやってるいらっしゃ、その輸入を引き受けた方も多分被害者なんでしょうけど、だから、その出来事ですよね、そういうその出来事全体に対してなんかすごい、まあ、
憤りを、憤りというか、なんかちょっとなんかなんていう残念な話なんだろうかみたいなね、いうことなわけですよ。それをだから朝僕が出発しようとしてて、朝午前7時ぐらいに電話かかってきたから、まあ日本時間は何時か分かんないけど、お昼ぐらいなのかな、だからじゃあお昼過ぎ、午後2時とか3時とかぐらいだと思うんですが、だからねちょっとね、それで出るのが遅れたんですよ今日。ああ、こっちに来るんだ。こっち。あ、体でかいな、近くに来たら結構。ちょっと正面から撮ってみようかな。これはヨーロピアンドッグショーなのかチャンピオンシップショーなのかわかんない。ヨーロピアンドッグショーかチャンピオンシップショーかわかんない。よし、オッケー、行こう。行きますよ、行きますよ。